彼が振り向いてくれないということは、もっといいのあるよって神様が言ってくれてるのかしら。自分の心に素直になって表現するのは難しく感じます。自分の心が何を求めて何を感じてどうしていきたいのかがわからないのです。好きなものを見つけたくても心が反応しない時もあります。なるほど。例えば買い物でちょっといいなではなくて、これ欲しいという欲求が出たら買おうと思ったりします。それはいいですね。運命の出会いっていうのは男女関係だけじゃなくてとかそういうのもありますから、しょうがないじゃんね、出会っちゃった好きなものを見つけるためにいろいろ動いてたのに見つからないとしょぼんと気落ちしてしまいます。私もそういう時はありますけど、あ、じゃあ今日じゃないんだなと思うんですね。運命の出会いなんていうのはですね、そうそうあってはたまるかと思います。我々はプロセスって言いますけれども、行きたい温泉がいっぱいですと言われたら、明日ですね、順次はちょっと歩いて2時間かかる日光の奥の温泉に行っちゃうんですけれども、たまたま明日あらだけ空いてたんです。これはもう順次に行けっていうことだなと思う。でも行きたいところでいっぱいだったとしたら、割とあ、今日じゃないんだなとか、ここじゃないんだな、もっといいところがあるはずだって思うようにしてます。まあ、私がコントロールするよりも、あ、純ちゃん気持ちはわかるけど、こっちの方が僕はおすすめなんだよねって、こう神様からのメッセージだっていうお遊びをよくするんですよね。だから、まあ、男女関係でも皆さんが彼が振り向いてくれないということは、もっといいのあるよって神様が言ってくれてるのかしらって思うように、ぜひともしていただくと人生が楽しいんですね。でね、あなたは心が何かを求めてどう感じているのかわからない時っていうのは、この鈍感な私でもピピビーンってわかるようにお願いねってリクエストをしておけばいいかなと思いますね。私はですね、今でこそ好きなものを買えますけど、いつぐらいかな、15年ぐらいまではですね、もう本当に服は着るもの、車は乗るもので何でもいいわって何の興味もなかったんですね。で、ある時に博多でですね、赤いバッグがあったんですよ。で、それまで私あんまり派手な人じゃなかったんですね。でもなぜかあの赤いバッグがいいなと思って、4万円台だったのかな。でもその当時僕は4万円でバッグっていうのを自分に許可できないタイプだったんですね。あんまり買い物に関して興味はなかったし、でもなんか引っかかったんですよね。で、そしてですね、その後太宰府天満宮でパチパチって言って、まあ、先輩からですね、神社仏閣に行ったらメッセージをくださいってお願いをするといいよっていうのを教えてもらったから、まあ遊びなんですけど、よくメッセージをくださいってお願いをしておくと、まあ、ここから先は順次のお遊びだと聞いてくださいね。まあ、天神さんがですよ、なあなあ順ちゃん、あの三越であった赤いバッグさ、欲しいんちゃうの。まあ欲しいですけど4万もしますけどね。買うてもうたらええんちゃうの。買うてもうたらええって誰に買うてもらうんすか。今度もう1ヶ月先に誕生日とかあるやんけど、みんなにあの豚のぬいぐるみばっかりいつも持ってるけれども、みんなから1000円出して買うてもうたらどうなん。そんなんよう言いませんわって言ったら、そういえばって、まああの仲良しのまこさんにですね、この話をしてちょっと欲しいバッグがあるんやけどって言って、お、わかりました平さん、じゃあ1000円で募ってあげましょうって言って買ってもらったのが未だに持ってますけどね。それもめっちゃビビりました。なんか言われるとか、なんかもうその航路の順次は1000円の価値もないとかね。いや、今はですね、550円の価値もないニコ生550円の会員で苦労しているですね、まあ550円を皆さんはもう会員になっていただいてると思いますけど、余談は横に置いときましてですね、
皆さんにとってもですね、なかなかこう頼むなんていうことができないかもしれないんですけれども、なんかあなたにはすっごく遠慮が多いのかもね、こういうのはですね、子供時代にですね、これが欲しいって言ってもお母さんがこっちにしときなさい、この服の方が可愛いわよとか、これマクドナルド食べる健康にはこっちがいいのよって、なんかあの人参とパセリのね、美味しくないものを食べさせられたと、そうするとあなたは健康にいいものまずいとかですね、なんか私の欲しいものっていうのは結局お母さんの欲しいものにされちゃうんだよねみたいな風になると、心をどんどん押さえつけるみたいなことがあり、自分を表現できなくなっちゃったっていう風になるかもしれません。私もですね、昔未だに覚えてるんですけど、好きなおもちゃはどれでも買いなさいなんて言われて、今日はいいって言った記憶がありますね。なんであの時に遠慮しちゃったのかなってわかんないけど、ちょっとあなたと似てるところがあったのかもしれませんね。遠慮。でもね、あなたを大好きな人は、あなたがこれをしたいとか、これが欲しいっていうあなたの夢を叶えたいんです。それは神様も一緒かな。でもあなたがひねくれて、別に、どうせ男なんかは、私を振るもんとか、いいもんとか、まあひねくれてるとですね、どうしたらあなたを喜ばせることができるのかっていうのがわかりますよね。なんだって、平さんバッグ買ってほしい、パートナーに言え、パートナーに、パートナーに言いなさい。バッグとか靴っていうのはね、自分で買うもんじゃなくてパートナーに買ってもらうものですよ。まあ、よかったら今度ローソンで3円のビニール袋でよかったら買ってあげます。何ちっちゃい所詮私はですね、器の小さから小鉢とかですね、おちょこの裏と呼ばれてる男ですよ。そんな男が大きな愛になりなさいって皆さんに言ってるわけですから、まあいろいろ問題はありますが、まあそういうことですよね。こんにちは、今日は心理学もっと勉強したい人のための宣伝だよ。一番手軽で簡単な方法は、毎週水曜日21時からニコ生ライブやってます。 YouTube でも見られるんだけど、21時20分までは無料で見れます。有料会員の皆さんになると、質問コーナー毎週毎週平と質疑応答ができるのプラス、平のレクチャー映像が52本、音声だけの聞く丸っていうのが66本も聞き放題、ニコ生の過去の映像はなんと今80本も見放題、これ毎月550円で見れるって、もう頭おかしくないですか。ここの社長、簡単に550円で勉強し放題だよ。詳しくはコメント欄見てね。こんにちは、今日は皆さんにお知らせがあります。私はなんでこうなんだろう、彼はなんでああなんだろう、そんなことを知りたい皆さんに、私どものオンライン講座というものがございます。いつもここで見ていただいています恋愛心理学講座の他に、心理学入門講座、さらにカウンセリング講座なんていうのもあります。カウンセリング講座っていうのはカウンセラーになる人だけではありません。カウンセリングっていうのは、彼はなんでああなんだろう、こんな時に彼になんて言ってあげたらいいんだろう、まあいわばパートナーシップ、つまりあなたは彼の専属カウンセラーと言ってもいいかもしれませんよね。1ヶ月オンライン講座フリーパス23,100円で10講座も受けれます。3ヶ月のオンラインフリーパス63,800円、人によっては1年間のオンラインフリーパスを勉強しちゃうなんていう人もいますね。これは179,300円、もう一講座に割ると1000円ちょっとでお勉強できてしまいます。もしこういうことに興味がある、またカウンセラーになりたいなんて思ってらっしゃる皆さんは、概要欄の方をチェックしてくださいね。もしよろしければ、無料説明会というものをズームでやってますので、一度来ていただけませんか。そうするとですね、皆さんに入会金無料、そして
一つの講座、お試し講座って言うんですけれども、ズームの講座を一つプレゼントいたしますから、それでどんなものかちょっと見に来ていただくこともできます。人にとっては本格的にカウンセラーになりたいっていう人、まあ私どもではとてもたくさんいらっしゃいますけれども、一度無料説明会にお越しください。よろしく。